そうだよ。さあ、たとよびのスタジオにやってまいりました。はい。もともとね、1本目の動画出るはずだったやつは、多分ね、森哲イングリッシュチャンネルの方に出てると思うので、何年ぶりですか？はい。2年半分ぐらい、初めてこのチャンネルに戻ってきたんですけども、これからまあ、いろいろな講師の方が加わっていくっていうのをね、伝えていると思うので、そちらの第1弾として、はい、英語の西京二先生が、加わっていただけるということで、まあ、僕はねヨゼミ時代に習ってましたし、西先生にで東進時代は同僚として一緒にいましたんで、で西先生がまさかタダ呼びで一緒にできるなんて思ってもいなかったんですが、その西先生、はい、どういう経緯でねこのタダ呼びに加わっていただけるようになったのかっていうのをちょっとお話聞いていきたいと思いますので、ぜひ見てください。でまたですね、タダ呼びでどんな授業を取っていくのかっていう話に関しては森哲イングリッシュチャンネルですね、僕のチャンネルの方に出ていますので、そちらもぜひとも見てください。はい、それではどういう感じなのかっていうのを見ていきたいと思います。じゃあちょっと西先生にかけたいと思います。はい、これかな、出てくれるかな。あ、繋がりましたかね、西先生。ああ、ありがとうございます。西先生、こんなお忙しい中すいません。あ、この間ありがとうございました。あ、はい、いえとんでもない、こちらこそ、はい、いやいよいよですね、西先生にちょっとお聞きしていきたいんですけども、はい、その、まあ、まずはそのタダ呼びこのやるというか経緯ですよね、どのような感じで話が進んでいったのかをちょっと聞きたいんですけども。経緯はね、はい、長いよ。長いんですか。いいですよ、もう全然長い。もう動画2本分になりますんで、はい、もう全然2年前に、2年前、その頃タダ呼びに関わっていた、今のエディの社長をね、はい、まあ、僕と話をしたいということで、うん、で日本史の佐藤先生を介してお会いしたんですね、はいはい、でもちろんまあ話っていうのは僕の場合飲食しないと話せないんでまずは飲ませろとはい、はい、いうことで、まあ、結構いいお店で一緒に食事したんですよ、はい、で僕は初めタダ呼び関係者だっていうから、うん、タダ呼びだったら、まあ、立場上の話もあるし、まあ、参加できないよっていうのは、はいはい、あらかじめ言ってたんですよね、うん、それでも誘いたいのかなって変な人と思って会ったんですけど、初っ端から今のタダ呼びに誘うつもりは全くないと。お、そうだったんですね、はい、この状態で先生が来るような場所ではないという、うんうん、ようなことを言われて、これは安心、もうあとは飲食と思って食ったからなんとかとか、怒ったじゃないかなんとかもないんだこれは、ひたすら食うぞどうぞ、うん、と思ってまあお話したんですけども、はい、結構社長の教育に対する気持ち、はいはいはい、こういうとこは共感できるものがすごくあって、お、なるほど、で多分そういう話をした時社長の方も、まあ、多分僕のこと好きだろうなっていうのは、うんうん、なんか人ってあるじゃないですか、はい、まあいつか仕事することになるのかなっていう気もちょっとあって、うんうん、まあ名刺をこう交換、僕名刺ないんだ名刺もらっといたんですあ、なるほどなるほど、で、まあ、出版もできると、はいはい、いうこと、まあ、出版会社まだ作ってなかったんですけども、うんうんうん、じゃあそんなになんか一緒に何かしたいなと思うとしたら、まあ、出発としては僕の場合本を書くならば、うんうん、どこから出してもいいので、なるほど、書くことがあればということで名刺をもらっていて、うんうんうん、それから1年以上経って今出した大学生とか大人のための参考書、はい、ありますね、ここに、はい、今目の前に、はい、ありますが、はい、それを出版手伝ってもらえますかっていうことで連絡すると、うん、まあ、喜んでと、うんうんうん、いうことになったんですよ。なるほど。でかといって彼自身出版社を作るっていうところまでまだこう踏ん切りがついてなかったんで、うんうんうん、どっか出版社を探してうちを手伝いするっていう形だったんですけど、うんうんうん、でまあ候補もあって、ただまあそこの候補のところはちょっと僕は嫌だなと思ったんで、おお、そうだったんですね、うん、どうせならちょっと頑張って L から出そうよって、うん、なるほど、っていう話を切り出したら、うん、前口さんの方も本当はそう頼みたかったけども頼んじゃいけない気がしてたみたいな、お、実に遠慮深い方なんで、うんうん、でそこですごい喜んでいただいて、うんで一緒に出すと、なるほど、出していただくことになって、で そうですね、はい、エデュプランニングっていうのはもう教材を作成する会社ってことですもんね、はい、で、はい、出版社自体はやってない、ね、出版社はやってないけど、うん、編集構成まではできる、うん、なるほど、出版社はどこかを探してみるっていうのが初めの話だったんですけど、あ、なるほどなるほど、はい、探してみた出版社があんまり、うん、あんまり、はいはい、ね、なるほどなるほど、だったらもうそこまでやるなら、うん、一気に出版しちゃおうやっていう話で出たん
ったんですよ。なるほど、そういうことだったんですね。でその出版のこう構成とか編集とかを一緒にずっと作業してる中で、うん、まあ、タドエビ買収の話が出てきて、はいはい、まあ、そういうことであれば僕も手伝いますよみたいな。あ、なるほど。その前に僕はズーム事業を今やってるんですけど、あ、はいはい、あ、東大と京大、東大まだやってないや、次からやろうと思ってるんだけど、ほうほうほう、東大と京大だけで生徒を5人以内に絞って、うんうん、ズームでやるとすごいっていうのをやってるんですけど、はい、その話を共感していただいて、うん、じゃあうちが全面バックアップしますっていうことで、うんうんうん、あらゆる作業はバックアップ今もしていただいてるんですよ。お、そうなんですね。なるほど。それだけ手伝っていただいてるわけだし、うんうんうん、まあ、僕的にもまあ理念的にもまあ向いてる方向的にも非常に共感できるものなので、うんうん、じゃあ僕が役に立てることはやりましょうと、まあ、僕を使えるだけ使ってください。いやいやいや、そういう、じゃあ最初はその飲みに行ったところからって。そうですね、やっぱり人生飲みから始まりますねワイン仲間ですもんね今ね、お二人は。そうですね。でもやっぱりワイン仲間になるにも、うん、ワインを一緒に飲んで本当に楽しいやつかどうかっていうのが、あ、なるほど、基本ですから、うんうんうん、やっぱり人と人がつながることとか、うん、その人が持ってるものと自分が持ってるものがこうするかとか、うんうんうん、そういうのはさまざまあるんじゃないかな。なるほど。今回は非常にまあこうしてると思ってます、うんうんうん、ね、宋先生にテストしてましたもんねこの間ワインのでも後でメールして、いや答えは僕は全部知ってましたそんなこと言ってた。森田に合わせて分からないふりをしたような感じでしたよ本当だなそんなことがあって、あ、そういう出会いだったわけですね。あ、なるほど。やっぱりまあ西先生がいらっしゃってくれればそれはもう話題もすごいですし、で、あの西先生の新刊こちらですね、はい、ぜひ、見ていただければと思いますんで、あれ Amazon で注文できるんですよね。はい、ぜひ。まあ、大きな書店もぼちぼち入りつつはあるんですけど。あ、そうなんですね。ほうほうほう。何せまあ出版初めてな会社なんで、うんうんうん、そうですよね、まあ、ゆっくり、はい、まあ、ゆっくりというタイトルだし。あ、そうですね、ゆっくり広げていき、まあ、あの基本的に売れない本だからね売れ線に乗っていくっていう、なんか速攻とかさ、あ、はいはい、これだけでとかさ、はいはい、こうああいうパターンじゃないので、うんうん、いわゆるこうマス受けしないように見える本なんだけど、うんうん、でもまあ分かる人が分かっていったり面白いと思っていく中で、まあロングセラーになっていけばいいなっていうのを思っていて、ぜひじゃあ今度ね、あの僕のチャンネルでも一緒にそのじゃあ西先生の本についての動画、はい、撮らせていただければと思いますので。嬉しいな、宣伝していいんだ。あ、はい、もうもちろんでございます、当然ですんで、ぜひもうそこでマスに乗っけてくださいはい、マスに乗せます、よろしくお願いします、はい、お願いします、ありがとうございます、わざわざ、はい、いただきまして、じゃあこれを多分2つ割って僕のチャンネルとただいみのチャンネルに、はい、載せますので、はい、はい、じゃあよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、こちらこそこれからよろしくお願いいたします、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました、はい、失礼いたします、はい、ということですね。いやー、なんでしょうね、普段そんな会ってる方でしたし、まあ、等身時代とかもね、ですけど、なんかもう改めてこう授業していただくとなると、めちゃめちゃ緊張しますね。はい、これまあ、今ね、多分動画撮って、前半後半にこう分かれていくと思いますので、はい、そちら見ていただければと思いますんで、はい、お願いします。はい、ということでした。ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.